海洋におけるコンセプトなんですけども、そもそもコンセプトとは何ぞやっていうところなんですけど、医院が提供する医療サービスの価値や方向性です。まあ、ちょっと難しいんで、まあ、例でいくとですね、例えばなんですけど、通いやすい歯医者さんをコンセプトにしますっていうことだと、それに伴っていろいろルールっていうのが考えっていうのが定まってきて、例えばじゃあ通いやすいんだったら年中無休の方がいいよね、極端に言うと24時間診療の方が絶対通いやすいよね、誰でも、あと1階とか商業施設内とかも通いやすいよねとか、駐車場いっぱいあればいいよね、で保険だけじゃなくて自費もやってくれる、いろんな治療方法に対応してくれる先生だったりとか、まあ一人の先生だとやっぱり人数いっぱいいっぱいになっちゃうから、複数歯科医師の先生がいるとか、特に女の先生、着物のね先生とかも多かったりするんで、女性の先生いるかなとか、あとまあね、車椅子の方もいらっしゃる可能性、あとベビーカーの方とかもねいらっしゃったりとかするので、バリアフリーでやった方がいいなとか、まあ保育士さんいたらね、ママさんとかすごい助かりますよね。あとまあウェブ予約とかもできたりすると、まあ行きやすい、予約も取りやすいし、キャンセルもしやすい。じゃあ次、自分が通いたい歯医者さんにしたいってなると、じゃあ自分がやられたい治療になるんで、設備や材料はやっぱハイクオリティにしてますよね。あと分回しじゃなくて、やっぱり1回あたりの診療時間をしっかりとって治療したいし、やっぱりアシストがいるフォーハンドシステムで治療をしてくれる方がいいし、まあもちろん自費診療中心にはなってきますよね。歯科医師の先生が通いたい歯医者なんで、自分っていうのは歯科医師じゃないですか、自分って歯科医師なんで、多分まあ収入も平均以上にあると思うし、収入がある人が選択するのは保険ではなくて自費だろうし、しかもデンタル IQ ももちろんマックスに高いですから、自費中心になりますよね。でやっぱり急な患者さんとかも困るから、やっぱ完全予約制だし、あと担当医制だったりとか、まあ、もっとそれが進んでいくと専門医制、自分よりもその専門分野に特化した先生にやってもらうっていうのが、一つ究極形になるかなと思います。あとまあ個室ですよね、オープンじゃなくて個室がいいよ。あとまあちゃんとセミナー受講をよくするっていうのは、まあ、医療ってねやっぱり日進月歩なんで、勉強し続けてる先生の方がいいですよね。まあ、こういうふうにコンセプトが違うとですね、全然医院のあり方だったりとか院長のあり方まで変わってくるんですね。あと医院の仕組みも変わってきます。で大切なことなんですけど、ぼんやりとでもコンセプトを決めてから立地を探してほしいんですよ。例えばさっきの通いやすい歯医者にするのであれば、僻地の駐車場がなくて、なんかビルの10階みたいなのってめちゃくちゃ通いにくいじゃないですか。でもじゃあそういう人が探すクリニックって1階であったりとか、コンビニ跡地の駐車場しっかりあるところだったりとか、ロードサイドにも行きやすい入りやすいところだったりとか、商業施設の中とか、そういうところになってきますよね。じゃあ自分が通いたい歯医者、つまり高級路線に行くのであれば、例えば銀座だったりとか、そういうのを求めてる人、どこでもどこのね立地でもそういうのを求めてる人は少なからずいますけども、やっぱ母数が少なくなってしまうので、ちゃんと収入経営として成り立つように患者さんが来るような立地を選ぶ必要がありますので、自費を選んでくれ、じゃあ東京だったら千代田区とか港区かなとかね、ちょっと外れの方はなかなか戦略はしっかり立てないといけないなとかなってきたりするので、でわざわざ商業施設の中にする必要ないよねみたいな、家賃ちょっと下げてでも空中階でもいいよねとかってなってくるんで、ほんとすごい大切です。でコンセプトが決まると、それ自分の診療スタイルがどれに当てはまるかっていうのも選んでもらう、分析してもらう必要があって、4つに分類できて、保険型、自費型、保険自費ハイブリッド型と特化型ですね。で、いっぱい見ていくぞっていうのはやっぱり保険型に近くなってくるんですね。で経営としては安定してるし、患者負担もね少ないし、訴訟リスクとも低いです。で責任が低いというと語弊があるんですけども、金額の分責任が低くなりやすいですね。あとまあ誰でもできるというか、経験の浅い先生でもできますよね。ただやっぱり医療の質が落ちがちだったりとか、やっぱり多くの患者様見ないと利益が出なかったりとか、結構体力勝負な部分と、あと保険でね回してるところはやっぱり多いので競合が多いですよね。
で次自費型ですね。利益率も高いし、まあ、その分ね診療時間も取れますし、質が高くできるし、保険のルールにとらわれなくていいですし、競合も少ないです。ただ訴訟リスクだったりとか責任がやっぱり重いとか、誰でもできるものではないし、景気に結構左右される部分もありますし、まあ神経使うし、まあ、コンサル力ブランド力も必須です。でやっぱり今都内に多い、あと若い先生方が結構目指すことが多いのが保険と自費のハイブリッド型ですね。これはまあそこそこ利益があって安定してるし、まあ今のやっぱり時代には一番求められてるのかなと思います。あと患者さんも広いですよね。ただまあ都内新規はほぼこの方だし、競合も多いし、投資額もやっぱり大きくなるし、コンサルライバルが多い分、コンサル力とかブランディングも必須になってくるから、まあ、結構ね、茨の道です。はい。であとまあ特化型ですね。訪問専門とかエンド専門とかですね、もうやりたい治療のみに特化できるし、利益率も高いんですよね、その分。で投資額も、治療を絞ってるので低く済みますし、例えば訪問専門だったら CT いらないじゃないですか、マイクロもいらないですよね。はい。で縁の専門だったら何でしょう、 CT はいるけど、まあ、それ以外のなんかこうファイルはいるけどタービンとかあんまり必要ないなとか、ね、印象材ももうあんまほとんど必要ないなとかなってきたりするん でそれでスペースの確保とかもできるじゃないですか。あとまあやっぱ専門は競合が少ないんでいいですよね。ただこれ成功させるのはやっぱりすごい考えないといけないです。うん。成功されてる先生もねすごい知ってるんですけど、やっぱり並大抵の努力じゃないですね、本当に。で広告費が高いものもあります。これ全部が全部じゃないですけどね。はい。あとまあコンサルブランにも必須です。